はい、皆さん、こんにちは。のっつおでございます。ということで、今回もですね、ジャッジアイス死神の遺言やっていきたいと思います。ということで、続きやっていきましょうか。前回はですね、なんか羽村の頭がどこにいるんだっていう話になり、松金組を調べた方がいいんじゃねえかってなったんですけど、まあ、そのまま入ってくとボコられてやばいでしょっていうことで、まあ、盗聴器を仕掛けて、まあ、なんかこう、電話してるところで、なんか、羽村の頭の居場所を知ろうみたいなことから、まあ、つくもから盗聴器を手に入れるってことで、今ね、ここいつものネットカフェ、満喫に来ているわけでございますと。ということで、行きましょうか。つくもはそこにいるね。つくもくんはね、そこにいるんですよ。めちゃくちゃ有能なんだよな。行きましょう。よ。矢上氏、今度は何ですかな？あまり大きな声じゃ言えないんだけどさ。盗聴器が欲しいんだ。つくもそういうの詳しくない？詳しいに決まってるでしょ。僕を誰だと思ってるんですか？だよな。材料さえ揃えばすぐ作れますぞ。材料ってお前の手作り？メイドインつくも。これ以上信頼できる製品はありませんぞ。おまけにお友達価格ですから。わかった、任せるよ。で、盗聴器の材料ってのは？すぐ集めてくる。そんなことする必要はありませんよ。ここにはないが、ここで手に入る。その心は？なんだそれ。ネット通販です。お急ぎ便でしたらあっという間に届きますから。矢上氏はお金だけ用意してくだされ。いくら？材料費と僕の手間賃込みで10万ほどあれば。それでお友達価格なんだよな。もちろん赤字覚悟の大特価ですとも。じゃあ了解。ではお金が用意できたら声をかけてくだされ。必要なパーツは手配しておきます。盗聴器作ってくれってことなんでね、やっぱ10万ぐらいいるんだろうな。高性能とまで行くとさ、やっぱ10万ってやっぱかかるのかな。まあ54万あるから、まあもう行くか。あと久々にスキルを見る。9000あるか。なんか攻撃が体力が上げたいから、ちょっと一旦これ待つかな。ああ、メッセージね、サナちゃん返せるんだけど、これはもうちょっとストーリーが終わってからやろうかな。まあ、次回か、その次ぐらいにやろうか。ちょっと結構連日でちょっとやってるから、一旦、ちょっとサナちゃんには悪いけど放流ということで、行きましょう。つくもに話そうか。もう10万揃ってるわ。お金、準備できたのですかな？材料費と手間賃込みで10万円ですぞ。いやでも10万っていう数字には縁があるな、ほんま。ああ。これで頼む。助かります。では完成したら連絡いたしますゆえ、ちょっとばかしお待ちくだされ。わかった、よろしく。だってさ、10万ちゅったらさ、あれだべ、あやべがその捜査資料、その何、松金組に何、あの拳銃強盗が入って、それの捜査資料をもらうのに10万っつってねえ、あげたし、なんか、マス金に関することだったら10万っていうか、まあ、盗聴器はまた別だけどさ。10万が、10万って大金なんだよな。おお、やっとでも来た。この待つ時間、マジ虚無だな。だから、景品同盟、ボコっといたわ。もしもし。お待たせしました。例の品、完成しましたぞ。本当に早いな。では悪いのですが、店まで取りに来てくれますかな。わかった、すぐに行く。さあ行こうか。つくもからの連絡を待つで盗聴器を取りに行くかな。さあ飛んできたぜ、つくもくんよ。10万の盗聴器くれ。矢神氏、早かったですね。お前の仕事の速さには負けるよ。お褒めに預かり光栄ですぞ。では商品をどうぞ。盗聴器。コンセントに差し込み偽装するタイプのものです。受信範囲は100メートル。電波は超強力。
間に鉄板のような遮蔽物があっても問題なし。ビルの上の方のフロアでもクリアに聞こえるでしょ。いいね、そういうのが欲しかった。電源はリモコンで遠隔操作できますから、聞きたい時以外は電波の送信をオフにしてくだされ。たとえ八神氏のような名探偵であろうと、この盗聴器を見破ることは困難でしょうね。なんか一言余計だな。まあでもサンキュー、助かったよ。どういたしまして。なんでこのつくもくんと知り合いになったんだろうね、八神くんって。どういう経緯でそうなったのかちょっと知りたいわ。過去は掘り下げられないのかな。何やこれ。続いては北海道なんちゃら層の網層の刑務所により脱獄した蒲生達也受刑者の続報です。暴力団組員なんだっけ、なんちゃら受刑者は3年前に暴力団組合を殺害し、有罪判決を受けた網走の警察署に収監されていました。しかし先月5月未明、脱獄が発覚し、警察が警戒を呼びかけていました。本日警視庁から発表したところによると、なんちゃら容疑者は神室町に潜伏している可能性が高く、なんちゃら容疑者の目撃情報を呼びかけるとともに、付近のさらなる警戒を強化すると発表しました。また有力な情報提供者には、報奨金120万円を支払うことを発表いたします。めちゃくちゃ大金ゲットできるやんこれ。物騒なニュースだな。こんなやつと出くわしたら最悪だ。でも報奨金が出るのか、まあ気にはかけておこう。一応これあれか、ああもうなくなってるわ。今もなんか何、赤牛丸の宣伝してました。これどうすんだろう。受刑者まあどっかで見つかるでしょ。探偵事務所に帰ってきたけど、結構キムさんの依頼こなしてるからさ、また弾ゲットできんじゃん。赤色のなんちゃら6個、青色のなんちゃら、黄色のなんちゃら、はい。あ、杉浦くんたちどうも、お邪魔してます。っていうか無理やり連れてこられたんだけど。盗聴器手に入ったか。バッチリ。よし、じゃあ座れよ。あれどういう話だったっけ。盗聴器、まあいいや、座ろうか。松金組に盗聴器仕掛けろって話だよね。もう話は聞いたんだな。そう。じゃあ杉浦君、説明してあげて。あのね、悪いけど無理。こっそり忍び込めったって組事務所じゃずっと留守番いるでしょ。出入りも防犯カメラで見られてるし、挙句にもし捕まったらよくて半殺し、冗談じゃないってだそうです。だそうですじゃないよ。どうすんだよ海藤さん。まあまあ怒るな。というわけで別の手を考えといた。忍び込むのが無理なら潜り込みゃいいんだ。ん？まあ聞けや。タボ、こいつに見覚えねえか？誰これ、派手なジャージ。確か松金組の。おうよ、組一番のおしゃれ大好き田代くんだ。夜だろうがグラサンを外さねえ。ところでこいつはターボーと似たような体格でな。俺に似たような体格ってまさか。もしこの田代くんがマスクでもしたら、中身がすり替わったって誰も気づかねえよな。うん、きっと気づかねえよな。グッドアイデアだね。じゃあこの田代くんに変装して潜れって。うん、まずはやつを見つけてジャージとサングラス一式を拝借。あとは簡単だ。堂々と事務所に入って盗聴器を仕掛けまくる。なんだよ、結局俺がやんのか。よろしくお願いします。まあでも
だいぶ頭使ったな、カイトさん。ほら、いつか松金組に戻る日があるかもしれねえって今日までそう思ってた。ん？なんだよ急に。でもよ、親父に面と向かって逆らったんじゃもう無理だ。あそこまでしたからにはもうとことんやるまでよ。だろ？そっか。よし、じゃあ田代くんの身ぐるみ剥いでくっか。そうだそうだ、まあ思い出したけどさ、そうそう、組長と話したんだよな、松金の親父と。で、過去を思わせる回想みたいなのがあって、その時の松金の組長がめっちゃかっこよかったっていう話だ。人のファッションにケチつけたくないけど、世の中変わった人もいるもんだね。田代を見つける。あ、海藤さん。ん？田代くんの居場所当てはないの？そうだな、あいつはキャバクラのしのぎをやってたから、そこに現れるかもしれんな。キャバクラ？どこの？確かエメラルドヒルズって名前だ。七福通り西の。よし、じゃあまずそこに行ってみるか。エメラルドヒルズ。待って待って、エメラルドヒルズめっちゃ現代法律事務所に近いっていう。めちゃくちゃキャバクラ近いとこあんな。あ、これか？いかにもって感じすんな。すみません、ちょっといい？いらっしゃいませ、お二人様でしょうか？いや、遊びに来たんじゃなくて。ここ松金組がケツ持ってる店だろ？ええ、それが何か？人を探してるんだけど、田代って人知らない？田代？ほら、いつも派手なジャージ着ててさ、夜でもグラサンしてるやつだよ。わかるだろ？あの人。そうそう、そいつだよ。知ってるじゃねえか。どこにいるかわかる？さっきまでここにいたんですけどね、ちょっと面倒なお客がいまして、その人連れてどこか行っちゃいました。焼き入れか。ま、あいつにはぴったりの仕事だな。どこに連れて行った？多分天下一通りの方です。ビルの裏手にあまり人が来ない空き地があるとかで。そのくらいの知恵は働くってわけか。焼き入れんなら人気のない場所ってのは鉄則だ。何偉そうに言ってんの。よっしゃ、行ってみようぜターボ。ああ、助かったよ。いえ。入れないの、キャバクラ。こういう作りって普通なのかな、階段がない、あのエレベーターしかないって。地震が起きた時大変だなこれな。出られないんじゃないの？出る必要がないのか。まあでもどっかから出られるように設計はしてるんだろうね、2階だし。大丈夫そうで安心した。おお、いた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 、田代くんだ。あのな、おっさん、うちん店はおさわり厳禁なんだよ。入り口に張り紙してんだろうが。ですから触ってませんって。ん？嘘つくんじゃねえ、女の子から苦情が来てんだよ。いた、田代くんだ。おお、マジでいつもあんな格好してんだ。ちょっと感動。あ？てめえはヤガミ。組の的の顔ぐらいは分かってんだ。うるせえ。あの、私はこれで。あ、待ちやがれ。くそ、お前のせいで逃げられたじゃねえか。どうせ変な因縁つけて金巻き上げようとしてただけだろ。あの客が本当に追い出してたのかどうか怪しいもんだぜ。は？マジだし。あ、動揺してる。こりゃ図星だね。な、こういうやつなんだよ。だから追いはぎされても文句は言えねえ。追いはぎ？何のことだよ。君が着ているその服、ちょっと貸してくれない？
ざけんな、これいくらしたと思ってんだ。知らねえよ。けどそんなに高価な服着て歩いてちゃダメだろ、こんな危険な街でよ。今すぐ脱げば痛い目見なくて済むし、こっちも綺麗な服が手に入って大助かり。つまりウィンウィンってやつ。乗っといた方がいいんじゃない？なめんじゃねえぞ。そんなにこの服が欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。ウィンウィンっていうのは相手にとっても利益があることなんだけど、その利益っていうのが、まあ、ボコボコにならなくて済むよっていうそういうことだよね。あまりにも無茶言ってんなーってめちゃくちゃ笑ったわ。いやー、そういうところがあるからやっぱこの八神くんとか海藤さんおもれんだよな。そう言ってる間に田代くんが不瀕死状態で、これで終わり。はい、大体投げて終わるのがこの戦闘でございますと。なんか電話かけてるやついたな。よし、さっさと済ましちまおうぜ、タバ。ああ、誰かに見られたらこっちがまずい。お、なんだこいつ。結構金持ってんな。財布の中、札でパンパンだぞ。ちょっと、それに手つけたら強盗だよ。はいはい、分かってますよ。っていうか、服はいいのか？だから借りるだけって言ってるだろ。元弁護士が言うなら信じるよ。見立て通り、サイズもちょうどだな。似合ってるぜ、タボ。嬉しくないって。よし、それじゃあ盗聴器を仕掛けに松金組の事務所に向かうぞ。あ、海藤さん、田代君のことを頼める？ああ、どうするつもりだ？さすがにこの時期すっぱだかでほっとけないでしょう。お優しいことで。ま、面が割れてんのは俺も同じだ。言っても役には立てねえし、仕方ねえ。よろしく。タボ、下手打つんじゃねえぞ。大丈夫だって。田代の服。これで田代くんセットゲットかな。それだと嬉しいけど。もしもし。って、何その格好。うるさいな。田代くんの服だよ。オッケー。それじゃあ松金組の事務所前で合流しよう。わかった。すぐに行く。あ、行こう。田代くん寒そうだな。地面濡れてるし。これどこでも田代くんセットがこれ手に入ったのかな。今回限りかな。お、すげえこの田代くんセット。ほら、これ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 、気づかれない。松金組だから天才かよ、この変装セット。もうずっとこれでいいや。ずっとこれでいいんちゃうの。あれ、あ、杉浦くんか。杉浦、待たせたな。おい、杉浦。人違いじゃないですか。ダメだ、笑っちゃう。お前、ふざけんなよ。だってしょうがないじゃん。その格好、想像以上に破壊力すごいよ。お前が潜入したっていいんだぞ。ごめんごめん。とにかく変装はバッチリだね。ああ、さっさと済ませよ。八神さんが事務所の中に盗聴器を仕掛けたら、こっちですぐモニターするから、設置が終わったらすぐに脱出していいよ。わかった。それじゃ、準備はいいね。問題ない。ああ、問題ない。お前マジで覚えとけよ。まあでも田代くんは田代くんだけどもさ、何このにじみ出るかっこよさってあるね。このキムタクの何着ても似合うっていう。
最高。よう。ま、相変わらず活かしてますね。今度俺にもいい店を教えてくださいよ。おめえにはまだ早えよ。てか田代くんはどの地位にいるんだろうね。どれぐらいなんだろうか。どれがその先輩みたいなのかわかんのかな。だいぶ上の地位にいたら文句なしなんだけどね。おう、田代か。エメラルドヒルズの揉め事、ちゃんと解決したのか。まあ今は八神の件で組中が大変なんだ。それくらいはお前らで片付けてくんねえとな。ああそうだ、お前ちょっと留守番しててくれ。コンビニ行ってくるわ。5分くらいで戻るからよ。どうやら気づかれてないようだな。都合よく一人になれたあいつが戻ってくる前に盗聴器を仕掛けよう。めちゃくちゃトントン拍子に。時間があんの。やばい。猫、あ、猫いる。なんだ。お、こんなところに猫がいるぞ。時間制限があるからめちゃくちゃ簡単な場所にいつもよりあると。これだ。ここが。怪しいな。見つけた。よし、ここに仕掛けようっと。で、3箇所。あ、ここもか。これは。コンセントだ、ここに仕掛けようっと。あと1箇所だけど、とっつぁんとこは違うか。あとどこにかコンセントあんの。え、この辺に。ああ、橋か。ここに、振動あったけど、ああ、こっちだ。なんだ。植木鉢の裏にコードが伸びているな。もしかして後ろにコンセントがあるんじゃないか。よし、ちょっとどかしてみよう。お、お見事。怪しいな。やっぱりあった。よし、盗聴器を仕掛けよう。よし、こんなもんか。ちょっと物足りないけど、これでよしとするか。いや、やっぱりちょっと心配だな。念のため、おやつさんの部屋にも仕掛けておこう。うわ、それやめといた方がいいんじゃないの。それを仕掛けようとして帰ってきたところに、どうちゃらこうちゃらって。あるんじゃねえのかな。あるんじゃねえのかな。あ、これか。あ、これは無理か。松金のとっつぁんの、ああ、これか。これは。よし、このコンセントに仕掛けよう。大丈夫？もしもし、こちら八神。聞こえてるか？大丈夫、拾えてるよ。早くそこから抜け出して。了解。一旦ここで調査完了しようか。逃げられるように。おい田代、お前何してんだ。親父の部屋勝手に入るんじゃねえよ。何かあったら当番の俺の責任になっちまうだろうが。おい、なんとか言えよ。こら、しかとこいてんじゃねえぞ。てめえは八神。ああ、バレちゃったか。そっちからぶっ殺されに来るとは、いい度胸だな。うん、生かして返すな。準備いいな。というか俺ここで調査終了したやんけ。そんなありかよ。おい、よし、いいわ、いい、行って、えい、どい、投げて、はい、蹴る、消えろ、あ、おい、おい、はい、テプシロール、はい、えぐいわ、体力を削って。でも最後の力振り絞って、どちらこちら、あ、こいつあった、はいはい、志村倒し、こいつが一番うぜえので残していきましょう。で蹴って終わりと。ほら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 、オーバーキルですよ。はい、この技えぐいな。体力がないのに殴り続けるって半端ないよな。今のうちに逃げないと。逃げられると思うな。
これでてめえはおしまいだ。ちょ待てよ、それ銃刀法違反でしょ。やかましい、方針入だろうが。あくそ、どうすりゃいいんだ。な、停電か。ナイス。危なかったね、八神さん。さっきの停電、お前の仕業か。盗聴器のおかげで全部聞こえてたからね。とっさにビルのブレーカーを落としたんだ。そっか、助かったよ。もたもたしてたら応援が来るかも。早くこっから離れよう。ああ、もう大丈夫だ。盗聴器はちゃんと動いてるか。ちょっと待った、そのイヤホンで盗聴？そう、うん、大丈夫、ちゃんと動いてる。お、早速組員がどこかに電話してる。やったね、電話の相手羽村だ。今の騒ぎを報告してる。羽村の居場所はわかるか。ちょっと待って、ん？長藩って長藩博打神室町の賭場みたい。でも長藩博打の賭場ってどこ？餅は餅屋に聞けだな。賭場の場所ならギャンブル好きに聞けばいい。あ、地下カジノ？恋女房の下の。あそこの連中ならわかるんじゃないか。なるほどね。となると、あ、あとはもう俺一人で大丈夫だ。わかった、ありがとな、助かったよ。恋女房か、何かと縁あるね。ランマーンか、ランマーンに行こう。お、本丸園があるぞ。さて、ここならギャンブル好きがたくさん集まってるわけだけど、中でも神室町の裏事情に詳しいやつがそれらしい人に声かけてみようか。俺らしい人めっちゃいる。こいつか。あの女、いい尻してんな。賭け事より色気か。こいつ何しにカジノに来てるんだ。どうする、こいつに聞いてみるか、話しかけるか。あの、ちょっといいですか。ん？何？神室町で長藩博打ができる賭場って知りません？長藩博打？ああ、チャンピオン街のあれのことか。確かに普通じゃ入れない場所だからな。あ、知ってるんですか。どこにあるのか教えてほしいんですけど。まあ教えてやってもいいけど。けど？あそこの女、いい尻してると思わない？確かになかなかですね。で、それが何か。あの子と飲みたいんだよ。兄さん、あの子に声かけてきてくんない？なんで俺が。そりゃイケメンが誘った方が成功率高そうだろ。そこんとこ俺は謙虚なんだ。うん、しょうがないな。じゃあうまくいったら教えてくださいよ。ああ、一発目に話しかけた人が実は長藩博打のことを知ってたっていう。知りか、知り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 か。なるほど。で、話すと。ちょっと横いい？どうぞ。どうぞ。ここをよく来るの？ええ、お酒とギャンブルが好きなの。それと、いい男。いい男？一度映画みたいなセリフで口説かれてみたいわ。映画みたいなセリフね、柄じゃないけど、ここは彼女のリクエストに合わせてみるか。何を飲むの？マティーニ。勝負前はいつもそれ。ウォッカマティーニをステアせずにシェイクで。そうよ、映画に詳しいのね。俺におごらせてくれないかな。仲間もいる、一緒に楽しもう。お酒だけ？え？言ったでしょ、
私、ギャンブルも好きなの。ヒリヒリするような熱い勝負が好き。ポーカーで私に勝ったらいいわ。付き合ってあげる。よし、決まりだ。ポーカーかよ、勝ったためしねえわ。ラマンで鳥羽の情報を入手する。今からやるってこと？さあ、準備はいい？やるしかねえ。なあ、やろうか。楽しませてよね。リーダーだっけ？なんだっけ？ようこそポーカーテーブルへ。あんた俺の味方しろな。それではゲームを開始します。どうしよっかな。いやー、わかんないわ。俺未だにポーカーのやり方わかってないもんな。チップを出さず次の人に回します。エンドルエンドエンドエンド、あー、いやー、勝てる手札じゃないだろこれ。 EC の女になってるけど名前わかんないんだ。あ、これダブ来たんじゃない。まあベッドしとくか。全然弱いけどね。いや弱っ。5持ってたら勝ちってことか。まあこれ出さんでいいや。超ダウン。どう？2ペア。来た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 。あ、そっかそっかそっか。場に出てるのと自分の手持ちでってことか。簡単だったな。私の負けね。ついてただけだよ。そう、勝負は時の運。今回は私がついてなかっただけ。ここはおとなしく流れに身を任せるわ。それじゃあ乾杯しよう。ええ、お願い。おいおい、なんで兄さんが彼女と楽しんでんだよ。勝負は俺の勝ち。彼女と飲めるぞ。酒を持って席に行くんだ。本当か？おんにきる。その前に超反博打ができる賭場について教えて。ああ、それならチャンピオン街だ。一軒だけ看板が出てない店があるからすぐにわかる。看板が出てない店で、シャッターをゆっくり3回ノックするんだ。すると、ご用件はって聞かれる。そしたら合言葉を言うんだ。大月は元気かってな。ノックして合言葉と。次にステーキを食べたいそうですと言われたら、シャトーブリアン、ブルーレアでと答える。それで中に入れるよ。賭場は地下にあるんだ。ありがとう、助かったよ。よし、それじゃ乾杯だ。いや、俺は遠慮しとく。すぐに行かなきゃ。なんだよ、釣れないな。いい尻なのにもったいね。ああ、そうだ。彼女にはウォッカマティーニだから、ステアせずにシェイクで。なんだそれ、合言葉か？あ、カイトさんか。よー、タボ。カイトさん、杉浦からここだって聞いてよ。どうだった、羽村の居場所分かったか？ああ、チャンピオン街の賭場だった。本当か？賭場ってチャンピオン街のどこよ？一軒だけ看板の出てない店があるって。そこから地下の賭場に入れる。へえ、そうか。なあターボ、お前羽村を見つけたらどうする？とりあえずこれまでの鬱憤晴らさせてもらわないとな。ずいぶん手間かけさせられてる。正直もうモグラの話なんて二の次でいいぐらいだ。同感だ。やっぱりお前は話が早くていいよ。行こう。アムラの頭ボコるって話だよね、見つけたら。そりゃそうだ、久しぶりに会ったらもう手加減しねえぞ。ああ、全部なくしたるわ。はい、ということで、どうしようかな。今回ここまでしよっか。次回なんか、まあ、ハムラの頭と対戦みたいな感じになりそうというか、行ったら多分ハムラの頭いるだろうしさ、超反博打、賭場がある場所に行こうってことなんでね。で、さっきの
知り目当ての男、あいつその言葉が分かってなかったら多分あの女の人を落とせないな。それだけは分かった。あの人、女の人っていうか尻に目いってたからね。確かにいい尻してたわ。さっき写真撮ったけど。あ、メッセージ返信できなくなってる。スキルはどうなってる？あ、体力アップあるわ。これ覚えさせようかな。よし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 。おー、なんかめっちゃ伸びたな。オッケー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 。はい、ということで、まあ次回ね、チャンピオン会の賭場へ向かうということでやっていきたいと思います。ノック3回して、大月は元気かっつって、シャトーブリアン、ブルーレアでって答えればいいんだよな。多分それを次回までちゃんと覚えてるかどうかわかんねえけど。まあ選択肢出るでしょう。はい、ということで今回ね、ここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。よいしょ。